乾杯。長兵生かせるしかないな。相手よかったよとしてるか。なんだこの人は。自分和歌です。クレモンを持っていけるのにな。やるんじゃねえか2本。ケイさんヤクルトに打たれたよ。読売ダメだ。いやいやビール飲もうとしてるから、おっさんには悪い思い出さないでも。今日19代行。どっちが19ですか。まさかその5点が読売じゃないですよね。巨人19。ああ。ナイスだ。はい。飲もうぜ。ちょっと待ってくれ。あってくろ。そっか、買ったか。飲むしかねえよな。でも乾杯しますね。はい、じゃあ乾杯。今日のおつまみこれです。俺これ好き。埼玉で見つけました自分。思ったより100倍ぐらい声かけられてびっくりしました。いやみんなどうやって分かります？ちょっと待って。見てくれ。これ分かります？俺ってこと。こうしていくんですよね。まあ、たまにこんなことして、まあ、こうしてこうしながらも行きますけど、向こうから歩いてくる方にいきなりなんかこうするんですよね。分かるのかなそれで。いやさっきの冗談で何もしなくて、半分ぐらいもう暑すぎて死んでる目で歩いていくんですよね。ああってしながら行くんですよ。どうやって分かる？めっちゃ不思議なんですよねそれが。だから今日大体「すいません」ってめっちゃ優しい声で、人間違いだったら申し訳ありませんけどとして声かけてくるんですよね。俺がよくなんか喋れなかったはずな日本語で、めっちゃ丁寧な日本語でかけてくるんですよね。人違いですか。なんちゃら「ち」と「い」が入ったら、俺が知ってるのは気持ちいいと「ちいかわ」しかないんですよね。だから人違いというそんな天然な日本語喋れないからさ、今日学びました。だからやっぱり日本住むといいよね。そんな天然な日本語も勉強してもらえるし。だから海の向こうの韓国でずっとゲームしてたらさ、そんなね綺麗な日本語なんか絶対教えてもらえないからな。俺の周りの兄貴たちってもうなんかあーうーってしてる。めっちゃ有名なビッグブラザー一人はそのあうをなんか真似して、もう闇落ちしたあうってしてるし。なんかめっちゃ良かったんですよ。ふとんちゃんが韓国住みたいから、じゃあもう徴兵行かせるしかないな。捕まってもう連れて行こうか。ちょっとだからロープください。ちょっと人間用のでっかいやつでお願いね。太いやつで縛ってあげる。 CPT が純のことを野球選手って言ってでも神の顔なんですよ。俺だけの考えじゃないと思う。それは加藤さんの顔って、すごいっすよ。何のお仕事を任せても全部いけそう。写真メンバー全員加藤メンバーは知ってる。あれまず流れ的にさ、俺とキャプテンさんは昔からちょっと知り合い関係でApexの時からもう連絡してたし、キャプテンさんがなんか視聴者数が100人、80人の頃から俺見てたからさ、いつか日本で会えようぜって話をしてて、そこから気づいたらもう2年が軽くもう過ぎちゃって、今日日本行くんすよってなんか DM が来て、ぜひ会いましょうの話をして、今日偶然埼玉スーパーアレーナでキャプテンさんに会えたんですよね。だからまあ、お互いにめっちゃ感動しながらなんか、会えてよかったよってしてるか、めっちゃハグしてるのに、横でサルダムさんがなんか僕もいますってなんかめっちゃ声かけられて、邪魔だちょっと待ってくださいとしてちゃんとフリーアグしてて、キャプテンさんをちょっと外して「うわサルダムさん会いたかったですガーッ写真撮りましょう」として3人で写真バッと撮りました。めっちゃ楽しかったです。で3人になったんですよね。キムチ組んだ3人になって、ちょうどその時に加藤さんと連絡を取っていてたね。せっかく加藤さんに会いに行こうとしてるから、加藤さんが最近なんかバロラントしようぜみたいな LINE をしてくださったから、韓国の結構エグい選手じゃないですか、まあ、サルダムさんもそうだしキャプテンさんもそうだし、そうなんだから加藤さんはもう昔からApexもプレイしてたし、最近バロラントに興味を持ってるから、ちょうど3人でいるから、ちょっとこの2人をちょっと紹介してあげようかなとしてて、一緒に連れていて挨拶とか紹介させてもいいですかとしたら、ああもうぜひぜひ来てくれって言われて、それで連れてったんですよね。キャプテンさんとソルダムさんを会いに行こうとした場所が VIP 席の関係者のその CR の入り口だったんですよね。そこでもう3人で行こうぜとねしてたら、突然むちゃくちゃイケメン1人が現れて、ちょっとまあ気持ち悪くなって、なんだこの人はとして思ったら、めっちゃ優しい声でケイさんなんですよねとして、自分ワッカですって、なんかワッカというクソイケメンの方がなんか声かけてきて、うわもうそんな長く考えなくて、ああもううざいなとしながらワッカさんをパッて捕まって連れていったんですよね、流れ的にも。でワッカさんはもう何も知らなくて、どこ行くんですかとして、あ加藤さん会いに行きましょうよとしたら、なんでしましたとして、加藤さん会いに行きましょうよって、マジとしたら、加藤さん会いに行きましょうよって3回ぐらいそう言ってたら、もうワッカさんがなんかびっくりして、レジェンド加藤うんこちゃんとしながら、ね、もう連れて行ったんですよね。だから俺、サルダムさん、キャプティンさん、ワッカさん、それ4人になって、そのワッカだったの植物まで4人で行ったんですよね。行ってたら、もうワッカさんはまあ一緒に歩きながら、本当に会えるんですか、ってめっちゃして、あなんか来てくれるらしいですよとして、加藤さんはだから俺よくわかんないけど、むちゃくちゃもうお部屋の前にもスイーツルームという、まあ、詳しい情報はちょっとあれかもしれない。だから、とにかく、そこの会場のスーパースイーツルームに入っていました。で、そこの前に連れていて、加藤さんがもうお先に出てくれて、待ってくださったんですよね。それで、5人で写真撮りました。ちょっと怪しいメンツになっちゃったかもしれないんですけど、まあこれはこれで良かったんじゃないかなとしてて、みんな写真撮って、加藤さんはそのまま部屋に入って、俺らはもう帰りながらなんか加藤さんと写真撮ったんですよってして、ワッカさんはもっと植物になっちゃって、他の韓国のキムチ3人はなんかテンションアップになって、唐辛子もうちょっとかけようかみたいな話して、もう帰ったんですよ。楽しかったです。風さんの家はですね、ちょっと大戦車用のクレマを持っていきます。今回日本来る時に持ってこなかったんで、普通に行けばちょっとあれなんですよね。まあ、風さん普通にあれするんじゃないですか、今。なんか、お前らがなんか Amazon で買ったものを俺が買ってみるみたいな。で、お前らが軍で使ってみたものをちょっともらってみるみたいな企画してくれないかな。じゃあ俺、クレモンを持っていけるのにな。やってほしいな。いや、さすがに風さんの家にタダで行くのちょっと面白くないと思います。軍服ってちょっと行きたいな、金さんの家は。まあ、AR はもちろんリアルなものはもう持っていけないからさ、韓国の軍服とキャップまでしっかりつけて、ちょっとレプリカでもいいから、ちょっと秋葉とかどっかに行って、そのカスタムしてたタルコプの武器を1個買って、それでもってなんか、家でベル押したらなんか、びっくりするかも。はい、行きます。誰ですかとしたら、韓国軍ですって。なんて言いました韓国から来ましたって。お前捕まえに来たって。ドア開けないと壊す。今から3秒後、グレネードを落とす。コロ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 。メタモン変えた？ノーコメントです。プシュ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 。鼻マジででかいんだよな、俺。こういうのもっとでかくないですか？これさ。目隠すからと鼻だけ見てくれ。マジでかくね？俺の顔の比率ちょっとおかしいんだよな。お母さんがもう鼻がでかいのよ。なんでこんなに鼻がでかいんだろう。ちょっともう半分ぐらいしてくれてもいいのにな。関さんの前でいるから。関さんが鼻でかいですか？いやー、俺より小さいだろ。エロいからだよ。韓国ではエロいなら髪の毛が早く長くなりますみたいな話はありますけど、別に花はある。おお、やるんじゃねえか日本。次は日本いつ来るんですか？まだ予定はなしですけど、おそらく本当に早かったら7月、普通に考えてる8月、遅くなった場合は9月じゃないですかね。これだけは決めました皆さん。俺山の手内に住もうとしてます。いろんな配信者たちをちょっと聞いてみたら、大体まあ新宿、渋谷のあたりにたくさんまあ住んでるので、山の手内にちょっと住もうとしてます。希望はね、高くても仕方ないですね。まあなんか頑張るしかないというか、現実の感覚がちょっとまだ足りないかもしれないんですが、今回日本での生活の時に気づいたのは、だから選択肢よりは必須です。ここの近くに住まないと何かの相談が必要な時もそうだし、急に呼ばれた時とか、今回の加藤さんみたいな形になるかもしれないし、まあ何が起きるかはちょっとよくわからないですけど、普通にちょっと仲良くができなくなりそうです。近くに住んでいたらもっとちゃんとたくさん会えるかもしれないし、いろんなことができるかもしれないので、まあ仕方ないですよ皆さん。恋と一緒なんですよ。遠距離恋、恋愛とかなんかしました皆さん。体が遠くなると心も遠くなるんですよ。あっごめん、なんか俺今配信というか、いやごめん、マジでごめん。うわ、ちょっと恋愛経験の話しちゃってる。したことねえんだろ君たち。いやべえ、ガチで今伝わると思ったけど、これ事故です。ガチで今ネタで使ったわけじゃない、ガチで事故です。まあ童貞でしょ君たち。ごめんなごめんな。大丈夫。30歳になったらまあ魔法使えるかもしれないからな。もうちょっと頑張る。もう一回長兵、もう無理です、すいません、殺してください。明日とかさ、俺個人の希望はさ、帰る前に布団さんとご飯食べたいな。無茶な要求なのもちろん分かってるけど、いやでも何の話の中です。まだ俺勝手に DM 送っただけ。今回できなかったらまあ次また日本来た時とか全然大丈夫だから。